収まってスタートしました。さあ正面スタンド前です。まだポジションが定まりませんが徐々に隊列が崩れてまいりました。外から内にコースを取るようにやはり15番のロードバンドールが先手を奪おうと上がっていきました。2番手の位置ですが12番のパドルウィール、3番手の位置ですが10番のサドノノブレス、内からルージュバックプロディガルさんといって、さらに外からは16番のフルーキーも後位の一角取り付いて、サドノノブレスが間、山勝エースはその直後那須野青函が内1コーナーカーブしていきます。先手を奪った15番のロードバンドール逃げてリードは1馬身です。単独2番手の位置ですが12番のパドルウィールがつけています。3番手1番のルージュバック、2番のプロディガルさん固まっています。そして外からは16番のフルーキーで2コーナーから向こう上面で2馬身馬群が開いて10番のサドノノブレスが追走、内からだ半分3番那須野青函です。そして外からだ半分差、6番の山勝エース続いて残り1200は通過しています。さらに後方からは4番のルミナスウォリアーです。さらに直後ですが8番の鈴鹿デビアス、その後方からは5番のタッチングスピーチ、外9番のステファノスと固まっております。さらに3馬身馬群が開いてヌーボリコルトが外、内差がなく7番のアングライフェンが行っております。そしてその後に14番ヒストリカル、最後方から11番ヒットザターゲットという体制です。さあ各馬が残り800を通過、3コーナーカーブ逃げます。15番のロードバンドールのリードは4分の3馬身です。単独2番手の位置ですが12番のパドルウィール、パドルウィールが現在2番手ですが外からフルーキー連れてプロディガルさん、最内から1番のルージュバックと後位が固まっております。そして山勝エースがやや外を回ってじわじわっと前に差を詰めにかかりました。間にいるのがサトノノブレスです。鈴鹿デビアスがさらに外、さらに外からはステファノス、さらにはヒストリカルなど前の争いですが粘り込みを図ります。ロードバンドール粘る粘る、ロードバンドール粘っていますが、さあフルーキーフルーキー、そして外をつきましては山勝エース、山勝エース、そして8番の鈴鹿デビアスが足を伸ばしてくる、鈴鹿デビアス足を伸ばしてくる、間から4番のルミナスウォリアーだが先頭は抜けた、6番の山勝エース合輪連覇達成、山勝エース。